アプリなんてアプリ？あ、ごめんなさい、この中に入ってます。ここのこれです。OK。これ柔道。あら、6秒前。6秒前。2015年12月5日から始まったミキとユカイの仲間たち。先週、2017年3月18日、67回目の放送をもって終了いたしました。最終回にもかかわらず、いつもと同じゆるゆるな空気で終わりましたが、リスナーさんがギャラリーに来てくださったり、プレゼントをいただいたりと、周りの皆様のおかげで最終回なのだと意識し、最後まで楽しんで終えることができました。誠にありがとうございました。ですね、ミキ仲メインパーソナリティであったミキは就職で沖縄を離れて行きましたが、ミキ仲を終えた今、なぜ私、まひろがここにいて、なぜここで話をしているのか。そうです、私まひろがメインパーソナリティの番組が始まるのです。その名もまひろとラジオかっこかりこんにちは。こんにちはすいません、ちょっと、ね、大丈夫です、ありがとうございます。皆さんこんにちは。先週までこの時間はミキと愉快な仲間たちを放送しておりました。ありがとうございましたありがとうございます、ありがとうございました。それで何も言っていなかったのですか。言ってなかったね、決まってもなかったね。はい決まったんです、先週に今日からミキと愉快な仲間たちの公認番組といたしまして、はい、まひろとラジオかっこかりという名前でまひろがメインで番組が始まります。始まります。で、声を聞いてわかると思いますか。わかるのか、わかるのか。あ、わかんないかな。マスオさん、はい、マスオさんをミキサーと私のお話し相手としてそうですいま す, いますお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごく緊張しておりますさっきまで緊張してなかったんですけど。でしょうね、緊張 しますよね。はい、はい、それでですね、とりあえず始まりましたという感じなんですけれども、はい、まあミキナカはすごいゆるゆるでやってて、うん、まあ今回もすごいゆるゆるなんです。うんうん、で、内容もまだまだ決まっておりませんので、うん、話しながら皆さんとなんか決めていったらいいなと思っておりまして、はいはい、曲もいろいろかけたりしまして、かけたりしまして話したりしまして、うん、まあワイワイとやっていきたいなと思っている所存でございます、うん、はい。じゃあ番組の説明とかはまあでき決まってないんでできないんで、このですね、ラジオは 79.7MHz の FM 宜野湾で、うんうん、まひろとラジオは13時からスタートいたします。はい、はい、それでですね、ラジオだけではなくツイキャス、ユーストリーム、リスンラジオでも聞けますので、うん、いろんなので聞いてください。そういうことですな、そういうことですね、はい、ツイキャスではコメントもできますので、まあコメントをしていただいたりとお願いいたします。はいどんなメールでもいいので待っております。大歓迎です、本当にお願いします。緊張しているので拾えないこともあると思いますが、はい、銀太郎さん銀の中の銀の中の銀のホタルさん、あ、新パーソナリティだ、こんにちは、はじめまして、ありがとうございます新パーソナリティですまひろです、お願いいたします。
メールアドレスがですね、はい、797@fmgino1.com となっておりますので、うん、こちらの方に何でもいいです。本当に今日は何でもいいので、うん、お願いします、はい、ということで1曲目を流していきたいかなと思います。おお1曲目ですね。はい、ですね、最初はですね別の方の曲を流そうと思ってたんですけど、うんうん、こっちには車で来てるんですね、ブーンと、はいはいはい、車であこれ流そうと思って流してて、あ今日これだってなったのでチェンジしました、うん、ここに来て、はい、それを流していきたいと思います、はい、ではいきます。星野源でウィークエンド。さよなら目が覚めたら君を連れて未来を今送る週末の立ち方を恋を胸から目が覚めたら君を連れて未来を今送る週末の立ち方を恋を胸から目が覚めたら。イントロさんありがとうございます。今なんかやってくれたっぽいです。はい。今メグがメグちゃんがやってくれました。いまいち仕組みが分かってない。お願いします。番組名教えてくださいね。すいません、先ほど言ったんですけどもう一回言いますね、後で。一応まひろとラジオって。過去仮。過去仮です。一応過去仮は回ってもなくてもいいです。もしかしたらマソあまひろとラジオとあさとになる。あさとさんありがとうございました。先週本当にもう飲みました。全部飲んじゃったの。はい、全部飲みました。ありがとうございます。今は星野源さんのウィークエンドが流れております。卒業詐欺だったね。すいません、ミキナカは卒業ということだったんでね。ミキナカはね、いい詐欺ってはおりません。でもあの時点でも本当に決まっていなかったので。決まってなかったよね、はい、で一応もうこうやってやってもらったしもったいないんじゃないって山内さんに言っていただきまして、おうおうおう、あじゃあ一応やりたいです考えますって言って先週の放送が終わった後に決まったと、決まったとやるってことが決まったんですね。ミキさんまで決まったと。そうなんです、ありがたい、ありがたいことに。毎週ゲストは辛いよって言ってなら一人ミキさん入れてた方が楽だよって。本当にありがたいです。ありがとうございます。お願いします。あら、立っちゃった方を見た。このツイッターのアカウント乗っ取られてロックされたのでチェイキャスでは使いっきり。不思議。あら、でもよかったです、ありがとうございます。でも乗っ取られて大丈夫ですか。乗っ取られたんだ。ツイッターの方は読まない方がいいです。今日も仕事ですよ、どんな味でしたか。泣きっと。なんで泣いてるんだ。あ、美味しかったです。甘くてとっても、うん、飲みやすくて結構度数が8% ぐらいだったかな、だったんですけど甘いんで結構スススッと飲めちゃいまして、スススッと飲めちゃうんだ。すぐなくなってしまいました。なんで泣いてるのかな。そうですね、さんつかめないな。どうして泣いているのですか。つまないでくださいな。あ、もうありがとうございます。最初からもう誰もコメントしてくれなかったらどうしようと思っておりました。宣伝していなかったもので、そう、ミキナカと思ってきたら違ったっていう、そういう感じですよね。マヒラジになりました。マヒラジになってしまいました。マヒラジになりました。ライアンさんっていうことも見たことない方かな。見たことあるかな。ライアンさんね、フルモンも見てなかったけど、あ、でも今西って書いてあるってことは今西さん、めぐみ今西さん、うん、そこにいる人だよ。ライアンさんだね。ライアンさんありがとうございます。自分もツイッターからメールありました。何、みんな乗っ取られてるのかな。やばいですよ、うん、でもすごい、ここには行けるって。これが終わったら CM へ、うん、お願いします。はい、お任せください。すごいですね、皆さんコメントくれるおかげですごい嬉しい。ずっとララしか言ってない。落ちてもう終わります。うん、終わるね。
と10秒ぐらいね。CM 入りますよ。はい、こんにちは、新番組。こんにちは。すごく手を振るよ。マヒロとマスオの愉快なラジャーと、ラジャーと奥。大丈夫ですか？なんかリピートなってなかったですね、うん、自分が間違えた。あ、これか、うん、いや、ほにゃ、ほにゃららが。あ、今西さん、いいことを言ってくれる。ミキちゃん、コメント待ってるよ。本当にそれです。本当に録音すらできないのになぜかツイキャスでよくできる。あれかな、もしかしてなんか、ん、ツイキャスだとツイッターとなんか連携みたいなのしてから。あー、から、うん、分かりまへん。はい、はい、5秒前です。はい、いや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 すごい、あのツイキャスコメントをいただいていただいておりますね。嬉しい、嬉しいとなっております。本当にありがとうございます。はい、あさとさんが番組名教えてくださいねと言っているのでもう一度言いたいと思います。はい、番組名はマヒロとラジオ、今はカッコ仮となっておりますので。カッコ仮ってことは何ですか？後に変更があるかもしれません。可能性ないという、あのカッコ仮のまま行くかもしれないし、タイトル自体変わるかもしれないし、っていう感じを匂わせております。匂わせて、はい、そんな感じ。匂わせ詐欺で行くかもしれないですね。匂わせ詐欺かもしれないです、ね、急に仮だけ取れる可能性もあります。はい、いやー、はー、本当にツイキャスコメントがありがたくて、うん、ありがたくて、ありがたくて、ありがたいですね。ありがたい。でミッキーが聞いているかなみたいな。聞いてないはずないんだけど。聞いてないはずないんだけど。聞いてるのかな。LINE で電話しますか。まさかのその手が。おーっと、じゃあ、まあ始まりということで、うん、自己紹介をしたいと思います。はい、そうですね。そうですね。一応自己紹介を、うん、明らかにこのツイキャスのメンバーは知っている人っていう。そうですよね。今ありがたいことに明らかから聞いてくださってる方ばっかりなので、うん、まあツイキャスの方ももしかしたらいらないかもしれないですか。はい、初めましての方も、まあね、初めて車でラジオ聞いてる方もいるかもしれない、はい、そうです。ありがたいです、聞いていただけてたら、うん、なので自己紹介をしたいと思います。はい、私はマヒロと申します。マヒロと申します。タイトルにもあるように、マヒロとラジオのマヒロは私の名前です。はい、先週大学を卒業しまして、本当にね、先週卒業できたね。できたんです。そうなんです。卒業いたしまして、うん、まあ会社員になるというかなってるというか、働いているというか、サラリーウーマンをやってる。サラリーウーマンをやってる。キャリアウーマンをやってる。キャリアウーマンです。35億です。35億になって、35億、そうなんです。キャリアウーマンというか、まあ働いてる普通の人です。はい、何紹介した方がいいのかな。22歳です。おお22歳です。先ほど1曲目に、うん、星野源さんのウィークエンドを流しましたが星野源さんが大好きです。大好きですが恋愛感情とは違います。違います。本当にただただ好きなんです。はい、あさとさんが自称大学生でしょ。自称、まあそう、自称ならいつまででもいけるので、うん、高校生でもいけますもの。まあそうです、学生は一応終わりました。終わりました。終わりました。自己紹介、何が聞きたいですかね。あ、マスオさん、マスオさんの自己紹介もしてほしいんですよ。じゃあマスオさんも、じゃあさらっと何が聞きたいですかね。からマスオさんの自己紹介は別にいいんですけど、お互いの紹介しましょう。じゃあマスオさんです。はい、ミキサーを担当します。お願いします。マスオです。はい、36歳。はい、最大者です。最大者です。あの3児の父ですね。ああ、はい、3名もいるんですね。はい、先週までは自称大学生、女子大生ということで、ミキという会の仲間たちに出てましたが、マスオさんも女子大生だったんです。一応ね、女子大生がお送りするそういう番組だった。ハッチさんがただのおじさんで正解です。私もただの会社員です。まあ、あの1時間喋り続けられるだけ点でおいてはただじゃないんですけど、まあ基本ただのおじさん
でいいです36歳なのでもう30歳ぐらいからもうおじさんは自称しておりますので自称そうですね、まあ、一応ねこの後の時間で縁があってあそうですね、この後の時間が自分の番組なので、はいはい、それからミキナカに出るようになってですね2時間ラジオに土曜日は出ていると。そうですね、マスオさんとどうなってこうなってるのかというとまずミキナカの時間の後にマスオさんの番組で、そうそうそう、自分なんかがここでやってる時に、まあ、FM ギロワの中にはマスオさんがいて、そうそう、そこからギャラリーのところからコメントをくださってたんですね、そうそう、ミキナカに。そしてそしたらミキがもう中に入って出てくださいというかそういう流れだったんですね。で準レギュラーからレギュラー化していきました。準レギュラーが本当レギュラーレギュラーでしたそうなんです。なのでこれはこのメンバーはミキナカのミーキーがいなくなったメンバーみたいな、ただの仲間たちですただの仲間たちただの仲間たちです。そういうな感じですね、はい、そうですね。何を喋った方がいい、自己紹介で何聞きたいですか。自己紹介何が聞きたい、自己紹介、まあでも好きなものとかがいいんじゃないですか。そうですね、あさとさんが絶対嘘の来週乱入しますよ絶対入ってこないんですよね。多分来ないと思う先週はレアだったのかな。レアですよ。ございます本当に、うん、あじゃあ見かけは多分ラジオだと、ね、見た目が分かんない、うん、2人ともメガネですメガネです、ね、メガネです、とりあえずメガネ、はい、自分は髪が今結構長くなってて、うん、胸ぐらいまでありまして、はいはい、なんだろうな、あとは顔が四角くて眼鏡も四角くて眉毛と髪の毛とかは黒いです。すごいこんな自己紹介ラジオって聞いたことないですね。そんな感じですね見た目は服はいつも適当ですでここまでは、車で通っております。通っております。はい、どの辺にすどの辺ってざっくりでいいんで、ね、あ自分宜野湾市民でして、車で10分ぐらいですね、なのでとても近いです。近いですね。ここからあ見えないか、見えないけどまあ見えるぐらいの位置ですね、うん、それだんだんこう狭まってきたから危険じゃないかな10分ぐらいなのでとても近い場所に、うん、はい住んでおりますね、うん、なんだろう、宜野湾のいいところは何ですか。宜野湾のいいところ FM 宜野湾ですし宜野湾のいいところは、うん、あなんか程よい、すべてが程よいところです。すべてが程よいなんですかね、都会すぎでもなく田舎すぎでもなく、うん、なんでしょうね、あそこに行けば何があるとかなんか、うん、程よいす宜野湾の田舎ってどこにあるんですか。田舎宜野湾は沖縄の中では僕の中でかなり都会なんですか。都会ですか。那覇が大都会だとしたら都会ぐらいなんですけど。あ、そっか。じゃあ、いいぐらいの都会です。いいぐらいの都会ですね。うん。すごく。特にこう、自然が残ってるようなイメージがあんまりないんだけど。そうですね。宜野湾は。大山の体毛みたいなそういうところぐらいですけど。あさとさんからも体毛がある。ああ、もうやっぱ体毛ですよね。大山は体毛。そんな感じかな。でも最近すごく発達している地域ではありますね、いろいろ。最近こう発展スポットはどこですか、はい、そうですね。発展スポットどこだろう発展しているっていうところだけ。なんとなく発展してる。なんとなく、はい。うん、道とか、なんか繋がってたりしますね。そう。あさとさんが言ってるけど、宜野湾市には愛知県じゃない、愛知があるんですよね。そうなんです。愛知があるんですよね。愛知がある。そうなんです。自分は教員のやってる時にどっから来たのって言って、沖縄県ので沖縄県から来たっていうのは知ってたけど、どこ沖縄県のどっから来たのかなって子供に聞いた。愛知から来たって言われてあれ沖縄県じゃなかった知らなかった。愛知県ではなかったですね。愛知っていう宜野湾市愛知という、まあ、沖縄には石川もありますしね。石川もありますね、うん、そういうの結構ありますよね、うん、沖縄割と多分ね、県外から来た人が移住したりすると自分の地元の名前つけたりする人がいるから、そういう感じなんですかね、うん、そっか。じゃあマスオさんの見た目、僕まだメガネしか言ってないです。メガネで身長高くて坊主でちょっとぽっちゃりっていうもうこれだけで大体僕はバレるので、大体カリウシウェアを着てます。基本はね、一応清掃としてカリウシウェアを着てくるという週一で。たまに着ぐるみなど着てた、ね、たまにこの前クリスマスの時に着ておりました。プーさん着て、プーさんになってリアルなプーさんになって、リアルなプーさんですごいやってましたけどね。そんな感じですね、うん、なんだろう、紹介って何するんだろう。好きなの、まあ、星野源さんがすごく好きで。なんで好きなんですか星野源さん。どっからだろう、
どっからだろう。だって星野源さんマルチじゃないですか。あ、そうですね。入ったのは、うん、入ったのがっつりは多分ドラマですね。ドラマ、例えば多分コウノドリですかね。あ、コウノドリって医療の、医療、綾野剛のやつですか。綾野剛のです。綾野剛のやつで出てて、うん、多分そこから徐々に曲に行ったりしたのかなっていうところですね。でライブに行ったり、うん、本を買ったり、本を買ったり、ライブ DVD を買ったり、うん、そんなところですね。曲を聴いたりと、曲を聴、もうどっぷり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 、あらゆる方向から。そうです、あらゆる方向、すごい広いので、うん、追っかける方もすごい大変という、うん、あれなんですけど、すごく楽しいんですよね、はい、追いかけるのは。ちなみにリスナーの皆さんは、はい、好きなものとか。そうですね、リスナーの皆さん、すごいそれ聞きたいです。皆さんの話も聞きたいんです、うん、じゃあ好きなアーティストから教えてください。じゃあお願いします。お願いします。アーティストから、アーティストからお願いします。あ、マスオさんはいますか、特定のこの人よく聞くなとか好きとか。ね、音楽だと、音楽基本聞かないんだよね。本当ですか。ほぼ聞かないね、音楽聞かないんだけど、まあ強いてあげるなら、はい、高校時代聞いてたあのフライングキッズっていう人たちがいて、わかんない、うん、まあ、解散してしばらくしてまた復活はしてるんだけど、はい、まあ代表的な曲がそんなにない気がするんだけど。どこから知ったんですか、その人たちは。ね、フライングキッズはね、逮捕しちゃうぞっていうアニメがあって。あ、逮捕しちゃうぞ、聞いたことある。アニメがあって、そこのオープニングテーマをやっていて、はい、やっぱアニメとかからね、入りますね。僕はアニメ多いかな。あすごい熱が。あとはね、椎名林檎さんも、自分が受験の時が椎名林檎さんだった、大学受験の時椎名林檎さんだったので。そうなんですね、あの時期ずっと聞いてましたね。あ、じゃあ椎名林檎さんだったら何の曲。もう椎名林檎さんはもう歌舞伎町の女王なんですよ、僕の中で。歌舞伎町の女王、ストーリー性、ストーリーのある曲が好きなので。あ、うん、確かにすごいストーリーがありますね。あの曲は。そうそうそう、歌舞伎町の女王は自分は高校の時に、うん、なんか音楽の時間でなんか発表するみたいのがあって、歌舞伎町の女王、 あの歌舞伎町の女王じゃないですけど、その自分たちの好きな曲を、うん、なんか好きなグループで組んで発表するみたいなことがあって、で自分たちっていうか誘ってもらって、うん、このすごい椎名林檎が好きな友達がいたんですよ、うん、でその子が歌舞伎町の女王を歌って、私はドラムを叩くという、そういう、おー、ドラマーだったんですね。ドラマーをちょっと、まあね、パーカッションやってたって言ってましたもんね。あ、そうなんですよ。あ、そうですね、パーカッションやってます。中学校の頃をマーチングしておりまして、うん、パーカッションでスネアドラムという、うん、小太鼓を持って叩いて、うん、動いておりました。そうそう、なので結構音楽好きですね、うん、ライアンさんが沖縄のアーティストでは木山商店が好きです。ああ、木山商店いいですよね、うん、いいですよねって言って、ドゥマンギテーっていう、うん、あれしか出てこないんですけど、テレビにもよく出ますよね。キキマルさんがヘルベルト・フォン・カラヤンかな。ごめん、嘘。え、ヘルベルト・フォン・カラヤン、カラヤンって聞いたことあるな。カラヤン、え、わかりません。カラヤン、カラヤン、いや、あ、自分も怪しいな。クラシック系だったはず。あ、そういうことですね、うんうん、でもごめん嘘って書いてあるんで、そうそうそう、嘘つかれましたね。誰だろう。あ、外さん仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃいです。、はい、ありがとうございました。あー、銀トロさん、やっぱり好きなアーティストは我が心の永遠のアイドル、野中さゆりさん。野中さゆりさん、うん、野中、これを多分先見きだったか誰かが、はい、野中ゆり子って呼んでた。ゆりはついてるよ。ゆりは読めたねみたいな。なんで前のさ、小さいを後ろに持ってくるかな。え、誰でしょう、さゆりさん。そうそうですね、わからない人いっぱいいるかメモしときます、後ほど調べますね。ヘルベルト、フォン・カラヤン。フォン・カラヤン、カラヤン、カラヤンって聞くんだけど、自分もカラヤンって聞いたことありますよ。誰だろう。クラシックで指揮者だったかバイオリニストかピアニストかなんかそんな辺だった気がする。じゃあ、キキマルさん、その辺も教えていただけますか。キキマルさんは造形が深いのでね。すごいですね、全然わからないところ来るんで面白いです。はい、いいですね。まひろさん、はい、なんか来てますよ、メールが。やったー、嘘、本当、うん、どん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 、ぜひぜひ紹介してください。ありがとうございます。
メールが届いているようです。素晴らしい。やった、ありがとうございます。初メールですよ。初メールです。初メールメモります。初メール、ありがとうございます。こんにちは、まひろさん、マスオさん、新番組スタート、おめでとうございます。おめでとうございますとは、ありがとうございます。第1回目は清掃ではないのですか。今日もおかしな銀のトロンボーン、ありがとうございます。ありがとうございます。今日もおかしな銀のトロンボーンさんからありがとうございます。おめでとうございますっていいですね、うん、こんにちは。カレンさんはやっぱ指揮者だったようですね。あ、本当ですか、うん、指揮者だったんですね。うん、キキマルさんが答えてくださっていますよ。でも好きじゃないという嘘って書いてある。あ、でも好きじゃないじゃなくて、なんか嘘、はい、ちょっと出してみたみたいな。デモン小暮閣下がヘルベルト本デモヤンと名乗って音楽指導していましたと。え、デーモン、デーモンさん長いですね。すごい。あ、メールの方で清掃ではないのですかって言ってますけど、先週あの最終回ということでスーツをみんな着てたんですね、うんうんうん、それで今週はそうじゃないのかということですけど、うん、もうスーツは着ないと思います。仕事では着ないんです。仕事私服なんですよね。あ、そうなんですよ。なのでもじゃあ営業はしないと。そうですね。あ、もうここにはスーツでは来ないかと思われます。もし何かがあったら着るかもしれません。着るかもしれない、ね、もしかしたら何か別の清掃が、別の清掃もしかしたら自分も借り主ウェアになるかもしれないじゃないですか。あ、マジです。あ、それもね、あるかもないかも、ないかもが多いですけども、うん、ないかもがあるかも、そんなのはわからない。そうなんです。番組名もカッコ仮なんですから、もう何もわからない。今日もある意味で練習放送みたいなもんなので。そうなんです。本番は一応来週、まあいいやこれは。そんな感じです。ありがとうございます。メール本当に嬉しいです、うん、嬉しいです。本当にね、ありがたい、本当にありがたいです。ありがとうございます。何でしょう、何話してたか忘れた。皆さん好きなアーティストは何ですかっていう話でしたね、うん、そうそう、自分はもうといえばグースハウスという方が、うん、はい、方々が好きで、その人たちは一人ずつがシンガーソングライターで、その人たちが集まったグループなんですけれども、最近一人脱退しちゃって7人。それでも7人。そうなんですよ、7人。モームスですか。モームスじゃないですよ。男女7人のグループで、それぞれ個々でも活動してるんですけど、グループでも活動しているっていう人たちで、すごい、その方たちのライブにも行ったりしてて、はい、それは沖縄の人ではなく、ではなく、いろんなところの人だったと思う。東京もいるし、うん、横浜もいるし、うん、東北の人もいたりしてて、うんうんうん、一人一人がやっぱすごい上手なんで、集まったらすごいパワーがあって、うん、曲もすごいんですよ。へえ、そうなんです。今度かけようと思いますよ。聞いてくださいね皆さん。ぜひぜひ。グースハウス、GOOSE ハウス。正直おじさんになったので、はい、最近がわからない。ああ、おじさんってこういうことなんだなっていう。あ、でもあれです。アニメの曲にもなってたので、もしかしたら知ってる人はいるかもしれない。何だったかな、最近アニメも多いんだよな。そうですね、すごく多いですよね、うん、4月は君の嘘っていう多分アニメだったような気がします。ーはーはーはー、それのエンディングかなんかだったんですけど、うん、そうですね、そういうところでも活動してたりしますね。うん、うん、なんでしょう、なんでしょう。困り始めるんですけど、うちのメインさんはすごい、これでも今日すごく喋ってると思うんです。喋ってるね、本当に。でも皆さん、いじり倒しだったから、ミキの。お酒はどうですか、お酒は、あなたの好きなお酒は。お酒好きですね。お酒好きですね。甘いのが好きですね。甘いのいっぱいあるじゃないですか。いっぱい、あ、でも一番好きなのは、うん、日本酒スパークリングのミオっていうお酒が好きです、うん、日本酒って甘口でもちょっと辛いんじゃないですか。でもめっちゃ飲みやすいんですよ、すごく飲みやすくて、うん、でビタンさんのね、そこまではバチバチもしてなく、うん、飲みやすくて甘くて美味しくて、また瓶もいい感じなんですよね。瓶かい。瓶もいいです。青すごい深い青 で、どこのお酒なんですか。え、わかりません。あ、ライアンさんもミオのことご存知です。ミオすぐ酔うよ。え、そうですか。あ、いや、酒集合集合トーク。いやあれは、いや、どうですかね、うん、そんなことはないと思っているんですけど。うん、ちょっと美味しいですよね。へー、キキマルさんが、はい、絵本作家でもよければ
あんの、やすの、あんの、やすの、あんのさんかな、あんの、なんて読むんだろうこれ、三つうまささんかなが好きですね。絵本もいいしエッセイもなかなかです。え、どういうの書いてるんですかね。絵本作家さん名前がわからない。あ、タイトル、絵本のタイトルとかわかれば、うん、絵本いいですよね。絵本なんかな、うーん、思いっきりディスってもいい。はい、あの、まあ絵本作家で最近だと沖縄にプペルが来てるんですよ。あ、はい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 、西野昭弘さんのプペルがね、はいはい、はいはいはい、あれは僕からするともう絵本でもなくただの画集なんですけど。あ、そうなんですか。いや、僕からするとね、内容がそんな、あ、なんか子供にしの向けの絵本にしては、うん、なんかごちゃごちゃしすぎてるなと思って。へえ、まだ未読なんですけれども、うん、なんか ね、ごちゃごちゃして説明がとっても多い絵本って、うん、それ説明が絵に説明が多いというか、あ、だからこうしか見れないような絵を描かれると、うん、絵本って奥行きが本当はもっとあるから、うんうんうん、ざっつい絵本の方が子供って想像力が膨らむんだけど、あ、あのお膳立てしすぎてるなっていう感じはして、あ、そういう意味でもう画集っぽい、うん、画集っぽいな、絵画は綺麗だなと思うし、うんうんうん、だからあれは大人向けの絵本だなって思うんですよね。あ、子供ではなく、そうそうそう、見てみる、内容もや、あのネットで全部載ってるんですよ。あ、そうなんですね、うん、無料公開してるんで。あ、なんかそれも問題になってましたね。そうそうそう、あー、そうか、内容がね、あの内容もあのなんだろうな、子供にしては聞くの辛いぐらい長いっていう。そうなんだ。っていう僕のね、ちょっとディスってみたんですけど。すごい、ディス、盛大にディスりますと言って、盛大にディスりますっていうね、うん、すごい。野の中の銀の蛍さんがリチャード・クレイダーマンの曲もいいですねって、うん、すごいわからない人たちばっかり、面白い。でライアンさんがその多分曲の中で渚のアデリーヌ、あれなんか聞いたことある気がするな、誰か歌ってください、どんな曲か。いや、この2人しかわからないし、歌われてもラジオの向こうで歌われても聞こえないから。じゃあ音声送ってきてください、メールで。音声流せますよきっと、どうにかしたら。一応こっちでも調べてみますけどね。 ありがとうございます。一服堂さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。すごく皆さんコメントをくれて、あ、じゃあもう分かった、ここで一回曲に行きましょう、うん、曲に行きましょう、はい、後ほどいろいろ調べて、そうですね、どういう人か。では2曲目の紹介をしたいと思います、はい、先ほども話に出ていたマスオさんが受験の時にすごく聴いていたという、はい、椎名林檎さんの曲を流したいと思います。椎名林檎さんの丸の内サディスティックっていう曲を流したいんですけれども、はい、椎名林檎さんがかっこいいってなる前に、東京事変のことがかっこいいってなって、うん、そこから椎名林檎さんの曲をすごくいろいろ探ってみたっていう流れなんですけど、うんうん、その中でもこの曲は別の方たちがカバーしてるのを聞いて、うん、あ、それめっちゃかっこいいってなって、椎名林檎さんの方を聞いてもめっちゃかっこいい、やっぱ本家もすごいという感じで選びました。すごいって思ったのに、はい、じゃあ行きます。椎名林檎ね、丸の内サディスティック。大丈夫ですか。大丈夫です。ありがとうございます。急に聞いてくれた。一服堂さん、こんにちは、本当に。こんにちは。あ、昔の天気予報の時の曲。天気予報の時の曲。ちょっとでかいか。椎名林檎さんが流れております。なぎさのアデリーヌはなかったな。ないですか。うん、天気予報の時の曲、うん、庵野光政さんです。不思議な絵、ABC の本の作者。内容は騙し絵かな。階段を登ったと思った。あー、わかるかも。調べよう今。はい。庵野
い。あんの三つまさん。あー、この人じゃない。 ABC、 ABC ってなんかな。あーでもいいですね、この自分騙し絵とか好きなんですよねあとなんかオーディオ探せみたいなやつ、ミッケとかそういうの好きなんですけど。オーディオ探せない。オーディオ探せいいですよ、目がチカチカするやつ。もう庵野三つまさ美術館まであるんだね、すごい。ああいい感じの絵、なんかいいですよね、うん、見たことある。そうそう、これがこれでこういう絵本なんだよ、うんうん、絵を見て楽しむ絵本、うん。Facebook で来てる店に行ってきましたって言ったら、よかったって書いたらちょっと若干本当かな、まあ、行けばいいんだけど行かないから、まあ、そんなに批判する必要もない例えばモーニングエイトの新パーソナリティの方が絵本について語るそうで、それが楽しみです。モーニングエイトの新パーソナリティって言ったらミキ以外もなんかチェンジあるんです。そう、ミキの時間に一人、そう、自分聞けなかったんだよな、木曜な。誰だって名前出てこないんだから。歌舞伎町の上手なんだ。へえ。なんか歌を歌っている方なんですよね、シンガーソングライター前はね、うん、歌を歌っている。すいません、本当自分何も情報仕入れてないものですから。まあそんなもんだよね。すごく失礼があるかと思いますが、お許しください。次の曲がどこかわからなかった。はい、はい、はい、ありがとうございます。英語のモナドストラットです。やや曲を流して CM を言って終わりました。どういうことですか、終わってないです。流れを、うん、先ほどは丸の内サディスティックサディスティックサディスティック、失礼しました、丸の内サディスティック椎名林檎さんの曲を流しました、はい、かっこよかった、やっぱりかっこいい、うん、でいろいろコメントが来ております、はい、先ほどの絵本の話ですね、うん、先ほど庵野三つまささんですと、うん、不思議な絵 ABC の本の作者、内容は騙し絵かな、階段を登ったと思ったら降りてるとかのって書いてある、うんうん、そうなんですね。先ほど検索して見てみましたが、ああそれねという、見たことある、なんかほっこりする感じのね、うん、絵でしたね。すごく面白そうな本でした、うん。あともう一つ、そういえばモーニングエイトの新パーソナリティの方が絵本について語るそうで、それが楽しみですと、うん、誰でしょうか、新パーソナリティ。僕よね、新パーソナリティさんね、聞きそびれたんだよね、すいません情報不足でもう一つ、野の中の銀の蛍さん、月曜モーニングエイト担当の、ガネコでいい方かな、ガネコマヨちゃんが、うん、歌舞伎町の上上手でしたよ、うん、という。そうなんですね、すごく聞きたい、うん、だって椎名林檎さんの曲をうまいってもうやばい、やばい人ですよね。やばいですね。やばい人ですよね、うん。すごい。すごいです。先ほど自分の友達が椎名林檎さんが好きでという話をしましたけど、うん、その子もすごく歌がうまくてですね、一度ミキナカの方にも来てもらった、ラモクリスの二人の女の子の方、サラさんなんですけど、うん、すごくうまいんですよね。はい、
い。はい。急にはいはいはい。あ、うん、寝てないですよ。皆さん引き続きコメントお願いします。コメントお願いします。ありがとうございます。なぎさのアデリーヌはピアノ演奏曲ですって。うん、検索しますね。じゃあ後でそれも。なぎさのアデリーヌ。ちなみに FM ギノワンのリストに入ってなかったです。ありがとうございます。検索していただいて。一応調べておきましたけどね。はい。うん、今私ラジオでこういう話をさせていただいておりますが、うん、あ、もうこう言ったらあれですけれども、うん、すごくラジオが好きという人ではないというなんていうんですか、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、語弊はだいぶありましたね。 すごくラジオを聞いてるリスナーっていうのではないという、うんうんうん、なんでラジオをこうやるようになったかっていうと、うん、まあ前身のこのミキ中でミキにいいないいな言ってて誘ってもらったっていうのが、まあ喋るのは始まりなんですけども、うん、それよりも前になんでラジオいいなって思ったのかっていうのがもうなんか定かじゃないんですね、始まりがそんなに聞いてなかったのに。ミキが喋ってたからじゃないの。まあそれはすごい ありますけど、うん、なんかスクールオブロックっていう番組あるじゃないですか。番組？映画？ラジオです。スクールオブロック、スクールオブロック、ラジオあるね。東京 FM ですね。そうなんだ。はい、があって結構中高生向けのラジオがあって、その番組の企画みたいなので、うん、このなんか18歳までだったかなの人たちが出れるなんか、うん、バンドの大会みたいなやつとかで、うんうん、はいはいはい、結構そこで優勝した人たちが有名になったりとか、そういうのがあったりして、そういうの面白いなと思って、それもめっちゃたまにしか聞いてなくて、うん、でもそれをめっちゃたまに聞いてた、それが多分面白かったのかな、自分の中で。それで、あ、ラジオってなんか面白いなって思い始めたのが最初だったのかもしれないなというところで、うん、面白いそうだなと思い始め、なんとなく高校の時にぼやーっとラジオなんか喋れたらいいなとか思いつつも、全然ラジオ聞かないというそういう感じですけど、ライアンさんもスクールオブロック、はい、学生の時ずっと聞いてましたよ。やっぱ聞きますよね、聞く時ありますよね。なんか銀トロさんもうんうんの放送局夜11時だったかなっていう、10時11時ぐらいから、うん、ですごくアーティストの方とかも結構出る番組で、すごいすごい面白いんですよ、うんうん、僕スクールオブロックは映画しかわからない。聞いたことあります。どんなやつ。あのね、僕の大好きなハリウッドスター、はい、俳優、ハリウッドスターかな、はい、ジャック・ブラックっていうね。ジャック・ブラック、ジャック・ブラック強そう。ジャック・ブラック、あのね、有名どこだと、ガリバーっていう映画があって、あ、ガリバー、はい、聞いたことある。あれの主演だったんだけど、おお、もう超変な人なわけ超変な人なんですね。あのぽっちゃりして動きが変で、はい、顔も変でっていう。で、あの、で、ロックシンガーでもあるから、うんうん、もうハマり役で。ああ、うん、もう歌も歌えるし、そうそう。すごい。もう、ライアンさんも映画も面白いですよね。2回見ました。わあ。もうね、見るしかない。面白い。あの、スクールオブロックで、はい、ざっくりね、話すと、はい、まあ、ロッカーだからね。うん、まあ、あんまりこう社会に固執せず、俺は音楽一本だけでやっていくねっていう主人公のジャック・ブラックの、うん、が主人公 で、はい、で友達はちょっと堅実に、学校の先生やってたんだけど、友達に学校で授業教えてもらえませんかっていう電話がかかってきたのを、 お金に目がくらんで、はい、授業し始めて、あ、そのロッカーの方が で授業する気はなくお金だけもらおうとしてたんだけどなるほど、はいはいはい、子供がちょっとロックの才能があるっていうことで、あ、見たことあるかも。ロック、自分がメインボーカルになりたいがためにメンバーがいないからロックをし始めたら、どんどん子供の才能が、で、じゃこう見ててもなんかこう人を育てるようなやつではないわけ、主役はおうおう、もうやりたいもん、なんかすげえなお前らみたいなそうそう、なんかこう本当にハマっていって、いつの間にか子供が主役になってるみたいな。2まで出たんだけど、そう、見たことあるかも、聞いたらそんな気がしてきました。なるほどね。じゃあそこから撮ったのかな。そうかもしれない、そうかもしれない。じゃあラジオの方のロックは LOCK で鍵のロックっていう、あ、そういう名目だったんですけども、うん、さあそういうことかもしれない。でもスクールオブロックどっかな、そんなに古くはないんだけどな。本当ですか。うん、まあまあそのラジオとのタイミングもあるし、うんうんうん、そう、すごいですね。
ラジオね、早期ラジオ聞かないという話だったんですラジオはでもね、多分沖縄の場合は大人になってから聞くことの多いと思うわけ。車とかカーラジオで聞くのが一番、自分もラジオがスタートだったから、うん、あでも一番古いラジオの、うん、古いっていうか自分の中で昔のラジオの記憶は、うん、あのやっぱドライブの時に親が流してたっていうラジオなんですよ ね、うん、ね、沖縄はそう、はい、カーラジオの文化が発達してるからね、うんうん、FM コミュニティも、コミュニティ FM も全国一多いし、あのちっちゃい線、ちっちゃいね島になぜか。でも確かにもうすごいいっぱいありますよね、うん、そう、すごいいっぱいあるんですよ。でこのドラマの中、ドラマ間違えた、ドライブの中で、うん、ドライブしてて流れてきてて、めっちゃ記憶にあるラジオは、うん、あの山下達郎さんのラジオかな。あああ、るね。何だったかな、名前忘れちゃったんですけど、うん、それめっちゃ声が記憶に残っててで最近あの101曲で、うん、あの山下達郎さんと星野源さんの放談が流れてたんですよ、うん、やるって やったね。はい、はい、で101曲なんで、もうその全部の曲の垣根を越えてそう流すっていうやつで聞いたんですけど、うん、めっちゃ落ち着くと思って、山下達郎さんの声あ、これこれ聞いてたの、これっていう感じですごい聞いてた。山下達郎さんも結構長くラジオやられてるからね。そうですよね、うん、だったかな、もうすごい長い間、すごい、この声、この声聞いてた、聞いてた、聞いてた、聞いてたって思いながら、ね、思いながら聞いておりましたよ。皆さんはどういうラジオを聞いておるいるのですかね。これラジオ局で流してもいいレベルの話なんですかねダメかな、何でもいいと思ってすごく話してます。なんかね、でも自分のイメージは、はい、高校ぐらいになるとこう、うん、夜勉強、テレビは見ないで夜勉強するときにラジオから音楽を聞くっていうのが多分、うん、自分らの世代はね、ちょっと前の世代はね、うん、自分らの世代は MD とかの世代なわけ。 MD 懐かしい、CD、MD 世代で、今はもうね、はい、YouTube とか、うんうんうん、パソコンとか、うんうんうん、ね、MP3 プレイヤーとか、うんうんうん、それこそスマホで聞くとかね、もうデータになってきてますからね、物じゃなくて。MD 懐かしいですね。自分の姉ちゃんが MD ウォークマン持っててカシャンって言うんですよね、開くときにカシャンって。そうそうそう、カシャンカシャン、もう懐かしい、すごい正方形の、そう正方形のね、多分知らない方も自分より年下だと多いかもしれない、ね、そうだから最近さ、まあ、話また飛ぶんだけど、あ、はい、全然飛びましょう、はい、あの有名なのが、あのなの電話のアイコンがわからない。え、電話、あの例えば黒電話みたいなマークですか。そうそう、黒電話の受話器のマークがわからないとか。なんでもう今携帯だから四角いわけさ。そうですねスマートフォンみたいな。そうそうそう、ま、で家の電話もああいうちょっとこうね、昔の電話みたいなのじゃなくなってるから。そっか、確かに今もコキコキだけとかいうやつも増えてきてるから。はあ、もうなんだこのマークはみたいな。もうなおのこと言うと今、はい、フロッピーディスクなんか使わないんだけど、使わないですね、うん、パソコンの上書き保存はフロッピーディスクのマークがずっとつながら使われてたり、多分あれなんだろうと思って触ってる子供いっぱいいる。確かにフロッピーディスクは見たことある？フロッピー使ってたんですよ、中学校までは。なんか技術っていう授業でパソコンの授業がちょっとあったんですよ、うん、その時はフロッピーに保存みたいなことで、ギリギリだと思います。ギリギリでね、多分その後 USB メモリーだから。そうですね、もうその自分もそれからはもう使ってないです。フロッピー入る量がね、明らかに少ないんだよ。なんか写真1枚くらいしか入らない。やばい何入れるんだっていうレベルですね。そうそうそう、今からすると。だからそっか、コメントがちょいちょい来ておりますので、うん、ちょっと読みたいと思います。野の中の銀の蛍さんが、オリーブの首飾りポール・モーリアって書いてます。これ 曲ですか？ん、オリーブの首、あれさ、あれあれ、あの、ま、あの手品の時の BGM。 え、チャラララララ、ララそれ。そうそうそうそれそれですそれ、そんな名前なんですね、うん、オリーブの首飾りでみんな手品、日本のマジシャンは手品をします。そんな名前なんだチャラララララ、それそれいいですね、なんかどこかで流したくなりますねキキマルさん、ラジカセでエアチェック、何のことだかわからないだろうな、うん、え、わかんない、エアチェック、ラジカセでエアチェック、自分もわからないな。え、あ、詳細詳細詳細ください、詳細希望ぬ、詳細希望ぬ、詳細希望ぬ、キキマルさんすごいいろいろ教えてください、うん、ありがとうございます。なんだろう、エアチェック、想像、エアチェック、いや沖縄ではラジオ聞いてたらたまにブブ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 
って入ってくるんだけど。あ、そういうこと？ヘビが飛んでるな。いやいや、そう思っただけ。あ、予想ですね。予想予想。あ、そう、でも空気、エア多分この空気のことですよね。うん、なんかあるのかな。そういうことかな。うん、エアチェック、空気のチェックって空気湿度とかじゃないですよね。ジントロさんが全国紙にも沖縄県民のラジオ好き&聴衆率の高さを書いてましたね、ということで。そうなんだ。でも車の文化ってすごい、文化っていうかすごいありますから、それもあるかもしれないですね。聞きやすいからね、うん、車ね、うん。そうですね。流しっぱにして聞く感じですものね。すごいエアチェックがすごく気になっているよ。せかされているよ、ききまるさん。すごい。すみません。うん、で、自分もラジオ聞くときはお家に、うん、何ですか、あの、なんだ、コンポ、うんうん、があって、それラジオ聞けるんで、それで聞いてるんです、聞いたりするんですけど、うん、それだと本当に電波が、なんだろう、ジージー、ジージー言ったり、うん、なんかどこか遠くから別のラジオの音が聞こえる。ああ、入ってくるね。はい。なんか英語みたいな、でもなんか落語にも聞こえるみたいな音がずっと聞こえて、そこが気になって、うん、本来聞いてるラジオの情報が全然入ってこないという、はい、ということでリッスンラジオで。すごい、本当リッスンラジオ、リッスンラジオめっちゃすごいですよね。なんかめっちゃクリアな音だなって。そう、クリア、まあ、ということで FM 技能は聞いてください。聞いてください、皆さん。いや、まひろさんも FM 技能は聞いてください。すいません、全然聞いていません、うん。ちなみに何か聞くようになりましたか、ラジオ。うん、いえ。ノーノー。本当にたまに車でラジオにペペってやって、うん、あ、普段は CD を聞く、うん、そうですね。なるほどね。 CD、 そうですね、 CD、 もう USB をぶっ刺してるんです、ね、あ、 USB のやつね、はい、USB になんか借りレンタルしたやつとかを入れて、うんうん、よくやるやつね。そうなんです、車にやってで聞いてるんですけど、うん、そのパソコンが壊れてしまいまして、はいはいはい、CD を USB に入れれなくなっちゃったという。なのでどうにもできなくなってしまったっていう、悲しいんですよね。増えない。パソコンをお給料で買ってください。あ、なるほど。あ、聞き丸さんから返事が来た。ラジオ放送をカセットテープに録音することです。え、好きな曲って今みたいに手軽に聞けなかったんですよ、と。え、ラジオでエアチェックのことを、ラジオ放送カセットテープに録音すること。うん、エアチェック、録音することでエアチェックって言うんですか。ってみたいですね。面白い。そっか。そう、今みんなね、好きな曲を、うん、まあ今みたい YouTube でなんとかパクってくるとかさ、で、ね、YouTube でこっそり聞くとか、もう最近はね、もう平気で PV を YouTube に載せるようになって。うん、そうですね。公式的に、戦略になってきたから、うんうん、あれだけど、本当にもう音取るの大変だったからね。はあ、そっか。なんかまるこちゃんとか見てても、うん、テレビの前にこうラジオカセを置いて、みんな静かにしてっつって、うん、ポチみたいなことを見ますもんね。あれがなかったわけ、イヤホンジャック用の穴がなかったわけ。あ、はあ。だからそのまま生で音取らないといけないから、生活音も入ってくるっていう。あ、本当に静かにしてもらわないと。そう、そこで C、あのね、もうカセットテープの時代ですよ。カセットテープ、うん、カセットテープも聞いてましたよ、私は。聞いてた時代です、多分ギリですけど、うん、そう、こう小指でこう巻いて、そうそうそう、このテープを、ね、ぐじゃぐじゃにしてましたよ、よく。よくね、ピヨーンって出してね、遊ぶんだよね。本当に何が何だか分からないですもの、あれ。わー、いいですね。で、めっちゃ思うんですよ。最近データ化がめっちゃ進んでるじゃないですか。うんうん、データだけで買えたりして。でも CD も売ってて。うん、でも CD を買っても、CD から携帯に入れて、携帯から聞いたりするじゃないですか。うんうん、そしたらこの CD の意味ってどこにあるんだろう。あー、めっちゃ。そしたら CD プレイヤーを買うべきなのかとか、めっちゃなんか、思って。そうそう、どう、うん、なんだろう、やっぱ手も形として残したいっていう人もいるからってことなのかな。あ、多分ね、僕もだから、なんだろうな、まあ、曲だけでもいいのは、あんまりそのミュージシャンが好きではない時は曲だけでいいかなと思うんだけど、ミュージシャンも含めて好きだなと思うとアルバムに手出したり、あ、そっか、パッケージとかブックレットも含めてと、あ、でもそっか、そうですね、なんか残しときたいっていう、確かにね、物を残したいっていう気持ちはあるんじゃないかな。コレクションしたいような感じにもなりますもんね。そういうことかと勝手に思ってはおりますが。そうでございますね。そう思いました。まあ一応ね、僕はなんだろうな、
あのまあ、著作権の話じゃないですけど、はい、やっぱりねそこで著作権料が入ってくるので印税が入ってくるので、うん、まあ物、まあ、買ったらいっぱい入ってくるわけじゃないんだけど、うんうん、まあ、物買おうかなとか思ったり。そうですよね、うん、すごく心が痛くなる。まあこれはね中高生はしか中高大学生は仕方ないのですごく、うん、でも最近 CM でもなんかやってもね、うん、買ったら応援になりますよみたいなね。あ、やってます。なんかどっかで見た。あ、違う、あれはネットテレビだからかな。へえ、うん、はあ、でもまあそうですよね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すー、読めません、すみません。スプールなんて読むんですかね、すいません、読めません。中国より初見です、初見ですと、うん、ありがとうございます。エアチェック懐かしいな。昔はラジオの番組表の本が売られていて、その本を見ながらエアチェックしていたな。いやー、あー、なるほど、これを見てこれを録音するぞと、うん、あー、なるほどな。てか中国よりってすごい、ありがとうございます。あと1分ぐらいで終わっちゃうんですけど、すごい。外国からもそうです。相当のわしの旗のもとには銀トロさんわからないですよ。なんだろう。もうね、銀トロさんとキキマルさんはね、深い。すごいですね。すごい深いところの話を、うんうん、しおりますね、この二人は。すごい、しおりますね。はい。全然一個も分かんなかった、今日のこと。オリブのね。それは分かりました、ね、聞いてから。うん、チャラララララのことだから、はい。もう1分ほどですよ、初回放送。うわー、すごい、なんとかここまで。あー、もうマスオさんと皆さんのおかげです。ありがとうございます。はい、本当に皆さんのおかげです。すごい、本当にありがたかった。来週、来週からは本番です。はい、あ、今日も本番でしたけども、まあ、はい、来週もっとうまくやります。うまく、あ、でもなんか今日よりできなくなりそう。いや、ありがとうございます。菊間さん、言うときますけど、古いとは言うつもりはなかった。造形が深いっていう言い方はしますけど、深いっていう意味です。古いじゃないです。やばい、25秒前だった。ありがとうございました。ありがとうございました。本日初めてでした。真宙でした。マスオでした。ありがとうございました。15秒で締めてください。バイバイ。バイバイでいいですか。また来週、また来週、真宙とラジオよろしく。お疲れ様でした。あ、初回放送なの。ちなみに普段は東京住みです。また聞かせてもらいました。ありがとうございます。その初回放送で早速ファンがつきましたけど、ありがとうございます。マーチングの曲運動